安全保障専門家は、日本の航空自衛隊の F2 多目的戦闘機は、対抗する中国空軍の J10 戦闘機の上を行く可能性があると指摘しました。尖閣諸島をはじめとして、東シナ海では、日中の戦闘機同士の武力衝突の可能性が増加しています。特に、2013年の防空識別圏の設定以降、日本の哨戒機と中国の戦闘機の遭遇は何度か報告されています。三菱 F2 戦闘機は空中戦だけでなく、地上支援をも行える多目的戦闘機です。長大な戦闘半径、高性能なフェーズドアレイレーダー、そして J10 の射程外から攻撃可能な AAM-4 を装備しています。ミサイル自身にフェーズドアレイレーダーを備えており、F2は発射した後に回避運動を行えます。ただし、近距離戦闘では、赤外線探査追跡システムを持つ J10 に軍配が上がるとのこと。